青夏君に恋した30日は2018年8月1日公開の日本の恋愛映画。ナンバーツ子の漫画、青夏青夏を原作に、佐野勇と青岩かなの W 主演、古沢県監督で実写映画化した。青夏という言葉には青春よりももっと青くて暑いという意味が込められている。運命の恋に憧れる女子高生、リオは、 夏休みを田舎で過ごすことになり、そこで知り合った銀蔵に恋をする。しかしリオは、住む世界が違う、と言われて、銀蔵にあっさり振られてしまう。そこへリオを思うスケザネが東京からやってきて、リオに告白する。銀蔵とスケザネの間で心が揺れ動くリオ。そんなリオに、実は、心が惹かれていた銀蔵。豊かな自然の中でバーベキュー、川遊び。 花火大会など夏の風物詩を二人で楽しみながら、夏限定の恋が動き出す。青い若菜と佐野勇人が主演し、彼らが演じるリオと銀蔵の友人役として、ファッション誌やミュージカルなど多方面で活躍する若手が、脇を固める。彼らを取り巻く大人の役には、中堅、ベテランの俳優を起用している。多くのシーンは、三重県の伊勢島地方、特に、 南伊勢町を中心に2018年4月から5月にかけて撮影された。自然豊かな田舎と夏らしさの2点から南伊勢がロケ地に選定された。佐野勇とは期間中、撮影のない日以外はほぼ30に滞在していたことを明かしている。またタイアップ CM も同じロケ地、スタッフキャストで撮影が行われた。 2018年7月21日から22日には映画の宣伝と観光誘客を兼ねて大阪毎日放送を M 館にて映画青夏伊勢島ロケ地祭りを伊勢島フィルムコミッションの主催で開催した。また映画風切り後伊勢島フィルムコミッションはロケ地マップを作成、配布した。一部のシーンは栃木県佐野市でも撮影が行われた。バンドリ。 ガールズバンドパーティー。クリエイトバイト、モナオとのタイアップ CM が制作され、青岩かなと、佐野勇人がそれぞれ、リオと銀像役で出演した。このタイアップを縁に、バンドリ。で、富山霞の声優を務める学美が、映画に、友情出演した。青夏に関するカテゴリー。ありがとうございます。